接戦の1回戦 C グループ。8フレを終えトップは寺下。岩見と尾上が迫る中、突き放したい寺下の第9フレーム。さあ逃げたい寺下はここ、はい、ストライクをね何としても持っていきたいですね。これは今のはかわいそうですね。あ、そうですか。もう本人は完璧だと思ったでしょうね。さあ闇、左側のレーンはストレイクが来ているがどうか。来たーカーキー。いや来ましたね、来ましたね。ですからほぼ並びということですね、はい、基本的にもう今下一桁の勝負です3人が、うん、はい、きっちり取りました。となるとこの3人目の尾上、はい、下一桁の数字が3と3選手の中ではちょっと低いので、やっぱりここはもうストライクでマーク数的にね、リードしたいというところですよね。うん、ちょっと外に出したか、天秤の頃か、まあ、今のちょっと出しすぎたんですかね。はい、そうですね。さあ9本スペア、いよいよ最終テンフレに入ります。矢野さん、はい、寺下プロね、ここやっぱりテンフレームパンチアウトをするつもりで投げないと、はい、イアミが次ストライクを持ってくるとイアミがリードしてしまいますから、はい、ここは相手にプレッシャーをかけるためにもなんとかね、はいはい、そうですね、ストライクが欲しいところ。デフレ1投目、うん、来た、完璧なショットでしたね。ストライク、今のは本人の表情を見てでも納得というところでしたね、はい、さあ今のストライクを見て、うん、岩見プロ気合が入りましたね、うん、当然ここね持ってくるとかなり有利になることは分かっています。さあどうか、あとセブンピンが残りました。となると、はい、いやますます面白くなりましたね、はい、これは8フレームのスコアがね3選手確定していて、はい、岩見と寺下が177、そして5ピン離されて尾上が172ということです、うん、寺下はここでストライクをもう一つ持ってくるとほぼ勝ちという形になります。なるほど、ということは、まあ、この一投は大事、はい、勝負をかけた一投です。さあ投げた、出てきたダブル、いや大事なところで持ってきました。出ました、いや素晴らしいですね、いや思わず矢野さんもうなったこのダブル、はい、やはり勝負どころ、ね、勝負どころ完璧なストライクをつなげましたね。さあ岩見、ここはワイルドカード争いもそうですね、から、はい、しっかりとねマックススコア欲しいですね、はい、ストライクを持ってきて217、うん、やはり200以上はね、はい、尾上プロがパンチアウトすると222まであります、うん、はい、寺下の勝利は、はい、もうあのガターとかをしなければというところですね、はい、その10フレー3投目です。天秤が残りましたが最後は226でフィニッシュとなりました。そしてカメラに向かってガッツポーズもありましたね、今嬉しいでしょうね、はい、さあそして岩見です。ここがストライクが来れば217、最後までちょっとね、そうですね、ピンなような感じはありましたが、はい、それでも216でフィニッシュとなりました、はい、さあここで尾上プロがストライクを2つ重ねられるかどうか。なるほど、はい、ということはまずはこの1投目、はい、絶対にストライクが欲しいところですね。そうです、はい、さあ注目しましょう。まずは1つ来ました、岩見も見つめる中、はい、ここもう一つ持ってこられるかどうか、はい、これを取れるか。さあ2投目、腕をしっかり振ったかどうか、来たストライク、
最後はね、この尾上もプレッシャーのかかる場面で2つ続けてきましたね。はい、もう本当にあのポケットヒットという意味ではほぼほぼ完璧にポケットはついてますから、ということはここもほぼ2位が確定ということですね。はい、ということでこの点札3投目になります。1本でも多く、うんと熱くなった。8本カウント、尾上萌花は220でフィニッシュです。ワイルドカード候補としては面白い数字ですね。1回戦 C グループはテラスタが勝利を収めました。テラスタが2大会連続で準決勝進出、スコア220の尾上がワイルドカード候補となった。この結果テラスタのポイントは10、岩見は6ポイントで今シリーズを終えた。いい勝負がね、2人とできたんですごくなんかめっちゃ楽しかったです。テンフレの1投目も私の中では結構完璧な投球ができたんですけど、でもやっぱボールとかラインが違うってことなので、放送を見てね、研究してどうしたらよかったかを考え直します。点数的には悪くなかったんですけど、内容がちょっといまいちな回だったかなと思います。まだワイルドカードで、はい、またワイルドカードですね。1位にはなれないですね。よかったです。でも接戦だったんでいい試合だったんじゃないかなと思いますね。もう余計なことは考えないでしっかりレーンと向き合うこと忘れずに、頑張りたいと思います。チャンスなので、はい、決勝まで行きたいです。